全部洗い流そう。社会人の髪の常識とか、学生らしい髪型をとか、母親らしくとか、私の髪は私が決める。 Be Herself ラックス。そうだ。じゃあやってみましょう。はい、やってみましょう。まあモデルっていう職業っていうこともあるんですけど、髪の毛は健康に綺麗に保てるように気は使ってますね。やっぱりそのドライヤーとかヘアアイロンとかすごく使うし、ヘアスプレーとかもかなりこうジェルとかもすごい使うので、とにかく痛みがち、痛みやすいですよね。普通に過ごしているよりは。なので、どんなシャンプー使うかとか、どんなケアの仕方、乾かし方だったりとか、そういったこともこだわってます。髪の毛が綺麗だとテンションが上がるっていうか、そこはすごくありますね。具体的に言うと自分に自信が持てるっていうことだと思います。めっちゃ大事なことだと思いますよ、でも今日の朝この現場に来るときに自分の好きな音楽を聴きながら、これ次カラオケで歌いたいなとか考えてちょっとニヤニヤしてたんですけど、その時すごい幸せだなと思いました。今日調子いいなっていうか、こう一人でいる時に幸せな気持ちになるっていうのがすごくこう、自分にとっての、バロメーターとしてもすごくいい自分だなって思うし、もうめっちゃ些細なことだと思います。自分らしくあるっていうことは結局はすごい些細なところで、自分の調子がいいなって思える時っていうか、そういう時なんじゃないかなと思うんですけど、モデルで言うといい作品になったかどうかですね。自分が幸せであるか、自分が楽しくあれてるかっていうことと置き換えると、自分らしくなれてるなっていうふうに思えるんじゃないのかなって。で、自分らしく今自分らしくあるなって思うよりも、思い返した時にこう自分らしいなっていうことの方が多いと思うんですよ。私は諦めたことはないですね。なりたい自分を諦める必要はないと思いますけどね。いろんな経験を重ねて、人生がなんとなく社会が分かってきて、こういうもんだな、こういう人もいるな、こういう自分でいいんだなって思ったところでまた戻る、その自分がじゃあ何者であるのかっていうところにもう一回また戻るっていうところにいるのかなって。わりかしこう一周なんとなく世の中見て、人生ってこういう輪を積み重ねていくものなのかなって最近思うんですよね。そうですね、なりたい自分になるっていう目標を決めて、そこに向かっていくのみ。私は自分の髪が、朝起きて綺麗にうまくいったセット、自分でセットする日の場合行った時に、やっぱり幸せな気持ち、幸せな気持ちというか、こううまくいった時にテンションも上がるし、やっぱりそういう時にポジティブな気持ちにもなれる、そのなりたい自分に向かっていけるパワーというかエネルギーっていうものが絶対必要なので、そういった自分になれるっていうそもそもの根本的なところに、髪っていうものがきっとあるんだと思いますよ。ありがとう。